にちは。現在10時半です。息子を寝かしつけて、私たちがご飯を食べてちょっと一段落したところです。で、ちょっとね、ここがとんでもないことになってるし、さっきお風呂の後のもうごちゃごちゃなので、ここを掃除しつつ、明日お食い初めをやるので部屋の飾り付けをやりたいなと思います。その準備シーンです。では、部屋の片付けからやります。頑張ります。パサパサなのでメガネに変えます。これが100均で買ったもので、こっちが、あと今夫が膨らませてくれてるんですが、楽天で買ったものと2種類あるので、ちょっとね、飾り付けやっていきたいと思います。飾りだけ切ってもいいじゃん。こんな感じでやりました。ここに同じ柄は嫌だよ。こんな感じで飾り付けしました。ここら辺のね、フラワー、このガーランド、そして100っていう3つと、このタッセルは、楽天のお店で購入したものになります。で、ところどころにこの100均のものを足して、あとこのバルーンスタンドっていうものを買って、
て、もっとね風船たくさん入ったんですけど、3個でちょうどいい感じに可愛かったので、ハッピー100 days って書いてあるんですが、これをこんな感じでスタンド立てました。このスタンド1個買ったら、あとは風船あればこの先も使えるし、可愛いしいいなと思って、でいつも月齢フォトと一緒に撮ってるくまちゃんも並べてみました。おはよう、おはよう、遊んでるんだね。おはよう。最近そのお口好きなんだね。ね。おはようって。うん。今日しましまつけてんだね。じゃーん、届きました。このセットを頼んだので、これを開けます。これお宮参りの時にもらった歯固め石です。もうカメラ見てる。おしゃれしたんだね。今日は蝶ネクタイついてます。すごい。一般的にはね、親族の中で一番の長老者で、男であれば男性、女の子であれば女性。あ、男性なんだ。じゃあパパがやるんだね。一般的にはおじいちゃんがやるんだ。おじいちゃん、今日はね、仕事だって今日。ケーキを食べたいと思います。ミニホールケーキにしました。なんかフルーツもあったんだけど、こっちにした。今日は息子がなんかベストがブラウンだったので、私も夫も見てこれなんかブラウン系で揃えてみました。飾りも家がグレーだからグレーと、あっめっちゃ喋ってる。あと風船がね、カフェオレ系のカラーにしたので、同じようなカラーでまとめてみました。呼ぶ？100日になったね。100日もう超えてるけどね、先生にも首がね座ったねってこの間言ってもらえたんだよね。おー、ゲーム出た。今日はね、このブラウンのベストだったんだよね。一緒にしたんだよね。